はい、お疲れ様です。エリザベスです。はい。はい、お疲れ様です。大工のエリザベスです。はい。ではね、今回ちょっと、今ちょっとここ、会社の倉庫なんですけど、ちょっとここにね、道具置いてるんで、ちょっと今回ちょっと動画の内容は、道具ですね。僕が使ってる道具をちょっと紹介しようかなと思ってます。はい。ね、で、まだね、ちょっとね、いろいろね、紹介したいもんいっぱいあるんですよ。例えばね、トメ。そう、こういうさ、トメの作り方とかさ、いろいろあるんですよ。これ、こういうトメのね、この作り方とか、ね。まあ、関西止めとかって言ってね、こういうね、トメの作り方もね、動画にしとこうかなと思ってたんですけど、ちょっとね、ネタが多すぎて、ちょっと、一個ずつちょっと動画にしとこうかなって思ってるんで、まあ、よかったら、チャンネル登録の方してくれれば、ね、わかんないことだったら、参考になるものがあったら、動画で見つかるかもしれないんで、僕の動画でね、で参考にしてもらえればいいかなって思ってます。はい。で、今回は道具なんですけど、で、道具ってね、自分使ってんのが、いろいろメーカーがあるじゃないですか。ハイコーケだったり、日立だったり、まあ、海外のものだったり、マキタだったり、ね、いろいろあるんですけど、自分は基本的にマキタです。はい。マキタメインで、全部、ほとんど、マキタですね。はい。丸ノコだったり、ね、インパクトだったり、全部、ほとんど、はい。この、マキタでやってます。はい。マキタを使ってもらってます。はい。で、今回の紹介は、そうですね。とりあえずこれ。はい。まあ、多分、どっかの YouTube でも映ってると思うんですけど、このマキタの、この、ボード打ち機ですね。はい。ボード打ち機。これめちゃめちゃ便利です。はい。めちゃめちゃ便利。まあ、まずメリット言うと、まあ、そうですね。ホースがいらない。はい。もうホースいらないっす、これ。本当にホースいらない。はい、もう充電入れるじゃないですか。充電。これ充電器の、18V の、6A ですね。これもう、これこうやってもう、これが刺すだけです。刺すだけです。もう刺すだけ。はい。これもう刺すだけでもう、これがもう使えるんですよ。はい。もうみんな多分知ってると思うんで、あれですけど。相当便利ですね。もうずっと使ってます、僕これ。これが来てからもう、マックスの、ボード打ち機、ホースがあるんですけど、使ってないですね。はい。もう基本これですね。だからリフォームとかやってると、これ便利ですね。はい。リフォームとか行くとね、コンプレッサーの音とかって、相当うるさいんですよね、結構。ガーって。はい。ガーってうるさいんですよね。それがない。はい。一番ない。一番ストレスっていう、この音がない。うん。ただこの音は、ちょっと大きいですけどね。ちょっと行きますよ。これを押すと、なるんですけど、このボタンを押すと、ずーっと流れ、使えるようになります。連動式ってですね。こんな音するんですよね。まあ、使ってる分にはちょっとうるさいですけど、ただ、使ってなくて、こう、置くじゃないですか。例えばエアホースだったら。で、コンプレッサーが置くじゃないですか。ガーンって。ね。あー、うるせえってなるじゃないですか。それがない。はい。まずこれ、それがないんですよ、これ。それがないんですよ。はい。まずそれがメリット。で、もう一個はね、なんとね、これ、この小型でもね、実はね、開壁って言って、二重ボードを貼る面があるんです。まあ、アパートとかあったら、だいたいボードは二重なんですよね。はい。二重で、まあ、12×12ですね。なんで、まあ、約、そうですね、24ミリのボードになるんですけど、厚みが。で、必要なビスっていうのは41が必要になってくるんですよ。はい。ロールビスの41。で、これ使えないかなと思ったんですよ。これ使えないかなと思った。実はね、これ。25から41まで対応なんですよね、これ。すごく便利、はい。だから、開壁でも使える。はい。で、パワーもありますね。ビシュッ、ビシュッってね。はい。結構パワーあるんで、結構便利です、これ。はい。メリットはそれですね。はい。
まああとはちょっとまあデメリットとしてはちょっとやっぱ電池が重たいんでちょっと重量感はあるけど、まあでも慣れればめちゃめちゃいい道具だと思います。あの使えると思いますこれ。はい。でまあいろんな動画でもね、こうマキタの充電器ってマキタボード打ち機充電って打つと、まあ、結構動画出てくるんですよね。はい。でまあこうやってるとこもねあると思うんですけど、ちょっと今回ちょっとあの打つ場所がないんで、ちょっと道具の紹介だけなんですけど、まあ、使い方、とりあえず使い方ちょっと紹介しようかなと思います。まず、この、まあ、ビスですよね。これ今30に入ってるんですけど、ここで、この下の方にね、これレバーみたいなのがあるんですよ、レバー。ちょっとわかりづらいかな。このレバーみたいなのがあるんですけど、ここ。ここを、ま、こうやってね、広げてやると、これが自然にこう、入ってくるんですよ、ビスがね、こうやって。こうやって入ってくるんですよ。それでビス入れていくんですけど、で、まあ厚みに関してはここにメモリーがあるんで、例えばこれが32だったら、これ32のビス対応なんで、32のとこにこうメモリーを設定すると。まあ設定するのはここですね。このボタンで、この伸び縮みができるんで。これで今41ですね。これ41になります。はい。一応まあこんな感じかな。ざっとですよ。はい。でもやっぱね、こう、ちょっと、あの、使ってみないと、正直自分は使ってみてよかったですけど、まあ見てる皆さんが、じゃあちょっと、ああ、いい、ちょっと重てえだろう、使えねえだろうと思う方もいるんですけど、実際に使ってみてください。めちゃくちゃ便利です、これ。はい。めちゃくちゃ便利。はい。ただ、言えるのは、ちょっと重量があるだけ。はい。まあ、天井とかちょっときついかな。まあ、自分はちょっとまだ、全然大丈夫なんですけど、うん。まあ、天井とかだったら、うん、そうですね。まだいいかな。まだ大丈夫かなって感じですね。うん。ただ、めちゃめちゃ便利。はい。なんで、おすすめです。はい。とりあえず今回は、このマキタの、ボード打ち機充電のやつを、ちょっと紹介させていただいたんですけど、まあ、うまく紹介できてればいいかなと思ってるんですけど、まあ、とりあえずこんな感じですね。まあ、あとね、細かくね、紹介するとね、ここのね、通るとこうなるんですよ。で、ボードがさ、あの、玉がちょっと入り込まなかった時に、ここでピュッてね、ピュッて入るんですよ。あ、これを取って、ね、これを取って、ピュって。だから、ドライバーがいらないんですよね。それも、あんま使わないですけど、自分の場合。あんま使わないですけど、まあ、そういうとこも、あるよっていう。まあ、あとはちょっと電池で、これ今電池ついてるんですけど、ね、腰につけるアダプターみたいな、ね、こっち側に電池があって、こっちに、まあ、それはもう線が繋がってるんですけどね。線が繋がってるんですけど、まあ、どっちかっていうと、やっぱこれの方が、このままパッと置けるからね。パッと置けるから、これの方がま、便利かなと思いますけどね。なんで、そんな感じです。はい。そんな感じです。はい。まあ、細かくね、知りたい方はね、ちょっと試しに、ね、購入してもらってもいいのかなと思います。購入してもらってもと、ちょっと、購入してもいいんじゃないかなと思うんですけどね。はい。そんなに悪い商品じゃないと思うんで。はい。ちょっと、金額からしたらちょっと高めかな。はい。まあ、約、ね、これ買ったのは3万いくらだったんですかね。物だけです、物だけ。バッテリーなしで。はい。バッテリーなしで3万くらいだったかな。はい。本体全部もろもろ入れると多分、7万とかいっちゃうと思うんですけど。まあ、もう物だけあったら電池があれば、あの、3万くらいで買えるんで。ぜひね、これ、おすすめです。はい。はい。一応、こんな感じです。はい。これが、まあ、マキタのボード打ち機ですね。で、まだまだね、あるんですよ。はい。実はね、ピンとか、フィニッシュとか、で、最近買ったのがタッカーですね。はい。あの、ノクテンとかさ、打つときにタッカーあるじゃないですか。これ今、ちょっとマックスのタッカーなんですけど、これもホースがついてるんですよ、ホース。ホースのホース。で、これこうやってやるとね、ちょっとね、ホースが邪魔してね、あーって足場に引っかかってね、ち
と嫌になるんですよね。いや、まあ、プラスあとリフォームとか。リフォームの時はね、あの、ホースがあるとね、コンペッサー持ってかないといけない。ホース持ってかないといけない。プラスこれ持ってかないといけない。もうこれだけ3つなんですよ。ね。だから充電ってね、今便利なんですよ。はい。だから皆さんね、充電もね、買ってくださいっていうのは、ね、個人的にはいいのかなと思いますね。まあ、こう、ね、ホースで使うとしたら、まあ、鉄砲とか。ね、その辺はね、まあ、ちょっと、釘だから、釘類なんで、まあ、仕方ないかなと思うんですけどね。まあ、いずれは多分、釘類も、充電が出るのかなと思うんですけどね。ただ、今、出てるには出てると思うんですよ。ただ、でかいんですよね。でかいんで、あんまり、まだホースあった方が、いいのかなって、思います。はい。で、とりあえず、こんな感じです。はい。で、また、ちょっと今後ちょっといろいろ紹介して、あとまあさっきのトメのやり方だったり、まあ刻みだったりね、墨付けの仕方だったり、いろいろこう動画にアップしていくんで、よかったらね、見てってください。はい。まあ自分もそんなに、うまい大工の方じゃないです。はい。まあもう下の大工の方ですね。はい。ただ、大工が大好きなんですよ。はい。うん。もう自分が仕事してる、ね、頭をね、自分がこう、物を作ってるっていうのが好きなんですよね。好きすぎて道具とか買っちゃうんですけどね。はい。で、仕事が大好きなんですよ。はい。前まではね、仕事が嫌いだったんですけど、最近になってね、やっぱ腕がね、伸びてくとね、あ、できなかったことがね、できるようになるんですよね。なんでね、大工いいですよ。っていう世間話なんですけど。まあ、とりあえず、こんな感じです。はい。で、また、動画が上げられたら、次はじゃあ、フィニッシュの方、紹介しようかなと思いますね。はい。まあ、フィニッシュの、メリットとデメリットですね。をちょっと紹介しようかなと思いますね。あと、まあ、使い勝手。まあ、それも、まあ、使ってる動画がいいかもしれないですよね。こうやって口頭じゃなくて。はい。とりあえず、このボード打ち機の、使ってるところの風景も動画に撮れればいいかなと思いますね。まあ自分 TikTok やってるんですけど、TikTok にも大体動画上げてるんですよ。まあ大体15秒ぐらいの動画なんで、まあよかったらそれも TikTok の方も見てくれればいいかなと思います。大体 TikTok で動画撮ってるんで、はい。YouTube の方はまあ、時間がある時にちょっとちゃちゃっと撮って。まあそんなにね、やっぱ YouTube ってね、難しいんでね、はい。あれなんですけど。まあ、とりあえずは、一応こんな感じです。はい。まあ、気になったら、チャンネル登録と、まあ、高評価、まあ、低評価でもいいですね。何でもいいっすか。はい。よかったら、チャンネル登録の方よろしくお願いします。大工のエリザベスでした。バイバーイ。